日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト今日は「国際結婚」についてはい今日も始まりました「えー、日本語コンテペイ」の時間ですねうんカッカッカッカてねグッカ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 ッ話してますけど <laughs> 今日も始めましたね今日も、えー、バ,ルバルセロナはスペインのバルセロナからですけど、えー、天気がいい、ね、天気がいいことだけがスペインの取り柄そんなことないですよそうじゃないけど天気がいいっていうのはね一つのね、えー、長所ですねだって世界中の人が天気がいいって言った時に,スペ,インに来てスペインに来てくれる、ね、これはすごいスペインにとってねあのいいことですよね天気がいいだけう運がいいやつらですね本当に。<laughs> 仕事がなくてもねスペインのこと好きっていうのは天気がいいからですねうん仕事がないっていうのは社会問題ですけどねでも天気がいいこれだけで楽しいねいいですねスペインはいということで僕がなぜ今スペインにいるかといえばえー、まあ国際結婚してですね相手の人がスペイン人であり子供ができてまあこうやって住んでいるとうん僕と同じように 相手が結婚した相手があ日本人であって日本に住んでいる人ねいっぱいいると思います。うんまあ、話によるとあんまあ日本人話によるとというか、まあ、あのよくね日本,人ど日本人女性と外国人男性のカップルが多いと聞きますがこれは実はあまあ ちょっと間違いです間違いというか、まあ、ちょっとあの、うん、思ってるのと違います。というのも確かにあの日本人女性と、えー、非アジア人なのでヨーロッパ人だったりアメリカ人の男性のカップルは多いです。逆僕,僕らみたいに日本人男性とヨーロッパ人女性もしくは、まあ、白人の女性ですねのカップルよりは あの多いですそっちの白人男性、えー、日本人女性のカップルねただあの日本で一番多いのはアジア圏の女性と日本人男性の結婚が一番多いです見た目ではね分かりにくいので見た目ではあの 特にですね長く日本に住んでいる中国人の女性や韓国人の女性は、まあ、ファッションとかねメイクとかそういうのも日本人っぽくなってますし見た目じゃわからないことが多いですなのであ日本人同士だななってみんん思うんですよねでも、まあ、実際は国際結婚だったりするのであの国際結婚とといいうのは、ね、このイメージとちょっと違います、ね、ほとんど皆さん国際結婚というとあのよくあるね イメメージとととするとアメリカ人人男性性日本人女性みたいなねそういうイメージですよまあ実際はいろんな国のねいろんな人がいてアジア人同士とかそういうのも含めるとまあ,あの実際のデータですねとあのイメージはちょっと離れてたりしますね一番多いのは中国人女性と日本人男性かな今うんあと増えてるのはあフィリピン人女性と日本人男性とかねこういうパターンも あまあ、増えてるととかか前から多いですけど、うん、であと僕みたいに、ね、ヨ,ーロヨーロッパ人の女性と日本人男性こういう人もうんまあ、少ないかなまだ少ないですねいろいろ理由はあるんでしょうけどね、あのーまあ、日本人男性がこうまだまだ内気というかねまだこう世界に、ね、こう外国人女性 とうまくくやっていいけるほどこう強くないとかね確かに思いますよ僕もね <laughs>、あのー、スペイン人女性強いなと思いますからねよくやってるなって自分でも思いますけど <laughs>、あのーまあ、国際結婚には大変な面もあればすごく楽しい面もあってこれはあのー、同じ国の結婚同じ国の人とね日本人同士の結婚韓国人同士の結婚 アメリカ人同士の結婚そういうものとおまあ同じですよいい時もあれば悪い時もあってまあいいね楽しい思い出もあれば大変だった思い出もありますうんまあでもお互いの文化の違いとかやっぱりありますよねうん。国際結婚に対して、えー、と前回ですね恋愛について話した時にまあホセさんとねホセ君バレンシア出身スペインバレンシア出身 バレンシア出身のホセ君と、えー、日本の大学で出会った優子さんねこの二人が、まあ、付き合い始めたっていうねそういう、えー、ハッピーエンディング、ね、で1番目が終わったで今日は2話目、えー、それから時は過ぎ、えー、10年経ちました、ね、10年経っていろいろあったけど結局ホセと優子は付き合い続けて、ね、今二人とも、えー、と そうか19歳っていう設定だったから29歳まだ若いな、うん、29歳になります29歳だと若いですねちょっと結婚するにはまでもいいでしょうこの場合若いカップルということで29歳になりました、うん、えホ、ー、セは日本東京で仕事ねシステムエンジニアの仕事を見つけてえー、まあえー まあスペイン語と英語が話せるということもあってあと日本語ですね話せることもあってまああのインターナショナルな会社で働いてます。本社はアメリカにあるねニューヨークにあります。僕ニニュューヨーーーヨヨクク好きですすねニューヨークにありますそしてゆうこさんは日系のね日本の会社で日系の企業でえーえーんまあ働いている。 何しうかな日系企業で、えー、秘書をしている秘書いいですね秘書ね秘書をしている今の担当は副社長ですね副社長の秘書をしている29歳、うん、そして彼氏はスペイン出身のホセ、ね、それで10年経ちました10年経つと、まあ、2人は一緒に住み始めてますね、うんえー、大学を卒業して一緒に下北沢に住み始めました、ね、トイプードルを買って下北沢に住んだ その後え5年間ですね。5年してちょっと下北沢ちょっとうるさいなと思ってえ。引っ越しますね。引っ越した先は吉祥寺ね。吉祥寺はうん吉祥寺いいとこですよ。僕も好きですよ。下北沢に比べるともう少しね。もう少しまあまあ、遠くはなるんですけどね。新宿とか渋谷からちょっと遠いですけど、もう少し落ち着いて。 まああの,井の頭公園っていうねあの公園もあるのであの、まあ、外国人にはすごく評判のいいとこですね、うん、外国人特にヨーロッパ人はやっぱこうネイチャーがね自然が好きなんでまあヨーロッパ人とかアメリカ人まあいろんな国の人は自然好きですよね自然が好きなんで自然があってそれでいてこうお店とかねそういうのもたくさんある島、えー、吉祥寺バランスがいいと思いますね生活のバランスが。 ちょっと遠いですよね渋谷から20分30分うんちょっとそれぐらいかかるかな2 3 0分うん電車でかかりますねそんなかかんないかかるでしょそれぐらいはうんそんなかかんないか20分ぐらい、うん、まあとにかく吉祥寺に住み始めたホセホセとゆうこ。うんそしてホセ、えー、はねプロポーズをします うん、う子にプロポーズをします、まあ、でも前回言ったようにもう10年も付き合っていればもう絶対 OK ですプロポーズはね、うん、井の頭公園の公園、ね、井の頭公園のあー、うんまあ、ボートに乗ってボートがあるんですねそこにボートがあってこうカップルはねボートをこうボートでこうゆっくりね話をすることができるんです、ね、もうホセとユウコも100回以上そのボートに乗ってます、ね、ホセボート大好きね ゆうこさんもまあ好きですよボート好き、ね、ボートに乗ってホセはね「あの天気いいね」みたいなね,、うん、ねこうサングラスをかけて言います、ね、サングラスだからこう目,目線がよく見えない視線が見えない優子、ね、さんはホセが一体どこを見てるかわからない、ね、まあでもいいや「ね、うん天気いいね眩しいね」みたいな、ね、そういう話をしながらホセはね「結婚しよっか優子」 えちょ優子さん言葉に詰まってしまいますホセのあまりに突然のねプロポーズにびっくりする普通プロポーズといえば夜でしょ夜デートの後に何かこう景色のね夜景の綺麗なところとかで言うんでしょもしくはレストランの中で、ね、そういうのじゃないのホセでもホセはナチュラルホセはすごい自然自然体であのいつも行く公園のいつ,もいつも乗るボートの上で言いたかった しかも自然にそれがホセのスタイルホセスタイルでホセはねうん結婚しようでゆうこさんちょっと言葉にするう,うんでも嬉しい言うんですはあでもそこからですね2人の国際結婚に向けてのまあいろいろな手続きが始まるんですね国際結婚というのは2人が OK だったらそれでいいかっていうと それ、OK、なんですけどいいろいろやることがありますここで、えー、話してるのはスペイン人と日本人との間なのでまあそんなに難しくない、ね、これは自分の経験から言ってますけどそんなに難しくないでも国によってはですねやはりちょっと手続きとかまあもう分かってる人が多いと思うんですけど大変だったりしますね僕の知り合いの人でもあの日本人ですけど。 国ああ国際結婚してまあ相手の国がですねちょっとあのまあにあのスペインとかとは違っていろいろ手続きが難しい国だったのでまあ難しいというのがその国だけ,だけじゃなくて日本,日本という国がその国の人に対していろいろ条件を求めるねまあそういう現実もあってまあ人によってちょっと時間がねもっとかかったりもっと大変だったりするんですね。うん まあでもここはとりあえずスペイン人のホセとユウコさん、日本人のユウコさんの話に戻して話すと、まあ2人の場合、えー、<laughs> 俺は、僕は一体何の話 <laughs> ?2 人の場合ですね、国際結婚というのは、あの、まあ、手続き上はそこまで難しくない。ただね、2人,の2人にとってですね、一番大変、一番、えー、決めなければいけないこと。 これはこ,この先一体どこどこで日本なのかスペインなのかどっちの国で過ごしていくのかここですね。はっきり言ってホセは東京でのこのすごいうんまあ忙しいねこうストレスの多い都市生活にちょっとうんざりしてます。ちょっとそろそろバレンシアに戻って。 あのね、ゆう子と子供を作り子供が生まれてバレンシアでゆっくり過ごしたい、ね、例えば週末は友達や家族と集まって、ね、あの外でパエリアを作ってねバレンシアのスタイルですよバレンシアのスタイルはあの海鮮じゃないんですねバレンシアスタイルのパエリアっていうのはチキンですチキンだったり鶏肉やコネホですねコネホウサギ これね、あまりの慣れてない聞き慣れてない人にはちょっとショックですよね。うさぎを食べる。うんね、残酷です。<laughs> スペイン人残酷ですよ。うん、よくね日本人がクジラを食べるとかね、まあ、僕はあんまり食べない僕は全然食べないですけどあのクジラを食べるとか馬を食べる。ね、馬ホース、ね、馬を食べたりそういうのでちょっとこう批判されますけどスペイン人だってうさぎ食べてんじゃん。 ね、でもねうさぎはいいんですよこれがヨーロッパ人の考え方 <laughs> うさぎはいいんですよでもクジラはダメです、ね、犬もダメ、ね、僕はねあの僕は実はねお肉はあんまり食べない、ね、僕は肉好きですよ好きだけどねあのお腹が <laughs> あんまり強くなくあのたくさん肉を食べれないんですねあのなので魚とかあとはあの生誕 生炭っ,ってますセタンってあのベジタリアンの食べるあの、まあ、肉に似たようなねでも肉じゃないですよもちろんねあの植物性プロテイン、ね、植物性タンパク質美味しいですよ生炭生ンとかさっきもね生あさっきの昨日の夜か生ン食べましたうんまあまあそれは置いといてまあとにかく子猫ですねウサギのパエリアを食べるんですねウサギのパエリア恋しいなホセはそう思います なのでそろそろバレ,バレンシアに帰って優子、えー、と一緒に過ごしたいな、ね、そ,のその思いを、えー、ホセはプロポーズから1週間経った時に伝えました優子に。はい、ユーコは戸戸惑惑いいます嬉しい反面戸惑う,うん確かにあの旅行で何度か行った旅行でとかねホセの家族に何会いに何度か行ったバレンシアいいところだった。 でも私海外でやっていけるかしらねスペイン語も話せないねホセとはずっと日本語で喋ってるスペイン語も分からないし英語もあんまり得意じゃない私生活できるかしらねバレンシアで不安になる気持ちすごい分かります僕もそうですからね僕も不安不安なまま来ちゃってね <laughs> まあでもあの優子さん大丈夫ですよどこでもねホセが日本で あの適用できたようにゆうこさんも適用できます。ホセが日本語を頑張って話せたようにゆうこさんもスペイン語を頑張って話せるようになります。ね。ポッドキャストを聞けばね、ポッドキャストを聞いて、ね。スペイン語のポッドキャスト、おすすめのポッドキャスト、たくさんありますよ。うん。僕は好きなのはね、えーえー、エスパニョール根本。 ね、スパニオール・コン,ホン、ね・ホアン。ホワンに僕あの、あなたのポッドキャストは最高ですって言ってメール送りました。ね、ただホアンがありがとうって言って、そこからちょっと何回か、ね、メールやり取りしたくらい。スパニオルコール・ホン・ォアン。コン・ォアン。いいですよ。オイ・アブラモス。ね、オイ・アブラモス。ね、オイ・アブラモスのね、ロイも僕、知り合いですからねあの。何度も話してます。とにかくそういういいポッドキャストたくさんありますね。あの結婚して、 あのその相手の国に住むことが決まったらその国の言葉を今すぐねポッドキャストで、えー、勉強を始めた方がいいですよだからもしホワンがね今このポッドキャストを聞いて、えーえーえー、日本語コンテッペを聞いてくれてる場合優子さんに今日伝えてくださいね今日裕子ねスペインに行こうあのー、エスパニョルコンホアン聞,聞いてね えー、スペインに備えようスペインに行く準備しようっていうふうに言ってやってくださいねパエリア食べよ毎週、ね、俺たちの子供と一緒にみたいなでもとはいえねホセあホワンとはいえね <laughs> あれどっちだっけホセホセだっけホワンだっけホワンでしょホワンそうでもあのこのポッドキャストの名前もたまたまホワンだったんですねちょっとこう混乱しました自分で言っててホワンはねホセ、えー、だっけホワンホワンでしょ 法案はまあ言うんですよ。優子さんの心配な気持ちもわかる、うん、国際結婚というのはこういうお互いのね。まあどっちかに決めなき、どっちかの国に行かなきゃいけない。もしくはあの2人でロンドンに行っても2人でニューヨークに行ってもいいでしょうまあ、そういう手もあります。でも、やっぱ子供を育てるというと、やっぱどっちかのね。母国どっちかの国にいた方がいいんじゃないのかとかね。そういう気持ちもわかります。うん。 まあ今日言いたかったのはですね、国際結婚をしてあの、日本語をね、こうやって勉強してる皆さんに、えー、だったり、今あの、相手が日本人の方、ね、相手の恋人が日本人とかね、まあ、あとはあの、お互い、2人とも外国人だけど、例えば韓国人2人で日本に住んでるとかね、そういう、あ結婚して日本に住んでる、そういうカップルもすごい多いです、ね。とにかく日本という国で日本語を勉強してる皆さんに言いたいことは、 まあ頑張って <laughs> まあ頑張って、ね、頑張って日本語勉強を続けてください、ねえーまあ。言葉というのは本当に、あのー、コミュニケーションの中で一番大事なことです。ねえー、恋人、パートナー、ね、そして友達、家族、ね、あと周りの人たち、ね、同僚、会社、ね、いろんなところで。 日本という国とつながってね日本人という国人とこうつながりがある場合ねその日本語を勉強することによって、えー、いろいろな、ね、コミュニケーションをさらに深めて、ね、もっといい関係になることができる人,人々に、ね、もっといい関係を築けるようになる、ね、おそらくそうでしょうなので、まあ、言葉を勉強すれば、えー、必ずいい、ね、もっともっとコミュニケーションを取れる、ね。 頑張ってくださいよ僕もね国際結婚というのがきっかけになってスペイン語を勉強してます皆さんも、まあ、きっかけはいろいろあるかもしれないねただ仕事のためだけにね日本語を勉強してる人もいるいるでしょうねそれ全然構わないです、ね、とにかくモチベーションがどうだれ、ね、どういう理由で日本語を勉強してるだれ、ね、これは一つのコミュニティです、ね、みんなそれぞれが勉強してるけどここね日本語コンテンペで えー、みんなねつながってますなので一人じゃない頑張って今日も明日もねホセもう子もこの先もホセはねホセがホセの方が心配ですねホセじゃないホ安ンかどっちだって <laughs> まあどっちもいいやそのバレンシア出身のねホセかホ安ンの方が心配ですね僕はなぜかというと多分スペインに戻ったら日本語忘れますよ、ね、うちの奥さんみたいに日本語忘れちゃいますよそっちの方が心配です だからそういう人ほどね僕の,あのポッドキャストを聞くべきですね、うん、そうそういう人こそ僕のポッドキャストを聞くべきですそしてほ、うん、ね、俺のポッドキャストを聞け <laughs> そして日本語を忘れないように次ね徳島の優子さんの両親に会った時に忘れちゃうよ、ねうん、だから頑張って聞き続けてくださいそれではまたバイバイチャオチャオアスタルエゴー